聖書を朗読いたします。マタイによる福音書14章22節から33節まで、口語訳聖書でお読みいたします。新約聖書の23ページです。それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸へ先におやりになった。そして群衆を解散させてから祈るため密かに山へ登られた。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はもうすでに陸から数丁も離れており、逆風が吹いていたために波に悩まされていた。イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らのところへ行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと風は止んでしまった。船の中にいた者たちはイエスを拝して、本当にあなたは神の子ですと言った。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、尊き主の皆をあがめます。私たちの罪のために十字架につき、死んでよみがえられ、今も生きておられ、私たちのために取りなしてくださる主イエス様を賛美いたします。私たちは今困難の中にいますが、聖霊なる神が共にいてくださり、強め励まし導いてくださることを感謝いたします。今日も礼拝に招いてくださりありがとうございます。世界中のキリストにある教会では集まって礼拝を守ることが困難な時でございます。どうか一日も早く新型コロナウイルスの感染が拡大が収束しますように、また病んでいる方の上に主が御手を触れて、どうぞ癒してください。またどうぞ医療関係者、介護関係者、また多くの方が関わって、また治療活動、支援活動をしておりますけれども、そのような方々の上にも主がどうぞ助け支えてくださるようにお願いいたします。私たちも共に心を合わせ祈ります。どうぞ主の御業を成してください。今日も主からのメッセージをいただくことができますことを感謝いたします。しもべ聞きます、主をお語りくださいという思いを持って聞きますので、どうぞ主を語ってください。聖霊が助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の聖書箇所は、今朗読させていただきました、イエス様がこの嵐のですね、ガリラヤ湖をですね、海の上を歩いてこられたという場面でございます。でその後同じようにペテロもですね、海の上を歩かせてくださいとイエス様に、頼んだ。
イエス様も許可なさったわけですね。おいでなさいと許可なさって、そして海の上を歩き始めた。何歩、2、3歩かどうか分かりません。でもまだ激しい風波がありましたので、それを見て恐ろしくなり溺れかけてしまった。そのペテロをですね、イエス様がしっかりと手を取って、助けられ、そして船の中にですね入られた。そして湖はの嵐が静まった、まあ、それを見ていた弟子たちは本当にあなたは神の子ですと、まあ、信仰告白したという場面でございます。まあ、そもそもこの水の上を歩くということでございますね。そんなナンセンスな話、バカバカしい話があるか、もうそんなこと科学的に無理だろう、こんなことを信じていられるかというですね思いになる、ほとんどそうだと思います。イエス・キリストを信じている人も最初からパッと分かった、そうだ私は信じますという方はほとんどいないんではないかと思いますね。本当聖書に書いてあるからどうかなとかですね、この半信半疑の方も結構いるんではないか。そもそもこの弟子たちがですね、この海の上を歩いてこられるイエス様を幽霊だと思って、この恐れているわけですね。まあ信じられなかったということでございます。ですから、まあ、最初から信じている人はいないと言っていいじゃないかなと思いますね。でもこの海の上を歩いてこられるイエス様を信じる信仰がイエス・キリストを信じる信仰であるということが言えると思うんですね。まあ、どのように、まあ、そのような信仰を持ったのかということをですね、この場面から、ご一緒に考えていきたいなと思っております。マタイの福音書14章を開いておりますが、このですね、イエス様が海の上を歩かれたというこの前の場面、前の出来事というのがですね、あの5つのパンと2匹の魚によって5000人の人たちを養われたというこの奇跡が、まあ、この旧約聖書で言うならばこの上の段に載ってるんですね。まあ、いわゆるその5000人の給食と言われます。まあ、給食というと学校給食を思い出しますけども、まさにですね1人や2人じゃないと、男だけで5000人、おそらく女性やですね子どもたちも含まれると倍以上になるかな、1万人ぐらいになるかなというですね、その人たちのお腹を満たした、満腹した、ですからたくさんもう食べたということでありまして、そもそもこの5つのパンと2匹の魚を、まあ、イエス様がですねお祈りなさって、そして分けていったら、まあある意味では増えていったということですね。まあ、これ有名な4福音書全部ある書かれておりますですね、このイエス様の奇跡、有名な奇跡の一つでございます。で実はその後が今のこの場面になるということなんですね。まあ、当然群衆はこの素晴らしい奇跡、お腹満腹になったという奇跡ですね、この方についていけば食いっぱぐれがないと言いましょうかですね、まあ、食べ物には困らないのではないかと、まあ、ぞろぞろついていったようでございます。まあ、イエス様はいわゆるこのご自分がこのご利益宗教の教祖になるような、そういう信じ方をしてもらっては困るという意味もあったんだと思いますが、この今日読んだ箇所では22節、それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間にってありますね。もうみんな家に帰りなさい、まあ、私についてくることはないと、解散、イエス様がですね解散させた。まあ、この時代イエス様人気者ですね、もうとにかくイエス様についていけばという話だと思いますけども、
で、その解散させて、そしてその後ですね、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸へ先に親りになった。ガリラヤ湖がありまして、ガリラヤ湖をですね、こう渡って、そしてまあ向こう岸に、この弟子たちを先にやった。で、イエス様も、まあ、後になってですね、こう合流するという形になったわけです。で、ここでイエス様こうとお別れするわけですね。強いて弟子たちを船に乗り込ませとありますから、ここにこのイエス様のこの意図があるわけですね。周りにはイエス様のご計画があるわけでございます。弟子たちにとりましたら、まあ、強いてとありますから、あるいは命令されたわけですね。イエス様行きなさいと、船に乗って、そして行きなさい、はい、まあ師である先生であるイエス様がおっしゃるのだから、はい、従いますという形で従っていったと。ですからイエス様がお声をかけなければ、この、海の上の歩く、そして、この、今日のですね、場面というのは起こらなかったのでありますよね。まあ、ある意味では不思議だなと思います。この出来事の、この奇跡の最初のきっかけはイエス・キリストにあるということを、まずですね、私たちはちょっと確認したいと思うんですね。まあ、イエス様がちょっと人間的な表現でありますけど、仕掛けたわけであります。ということは、イエス様はその先すべてご存知である。そして、まあ、嵐になる、とんでもないことになる、大変なことになったとして、イエス様は決して、放置される、見過ごしにするはずがないと。最後までどういう展開になるか分かりませんが、最後まで必ず導いてくださるということが言えるのではないかと思いますね。で、この時、弟子たちは全く知らない、いつもと変わらない、まあ、夕方ぐらいにですね、まあ、船に乗って、そしていつものようにこう漕ぎ出していった。その先このような展開になるのは、彼らは、まあ、知る由もなかったということですね。まあ、よく、まあ、世の中の言葉ですが、神のみぞ知るという言い方しますが、当たってますね。イエス様のみぞ知る、弟子たちは知らない。あ、のどかなですね、いつものガリラヤ湖だなという話で、私たちもだったんですね。本当に先何があるか全くわからない。そういう中でイエス様がすべてをご存知であり、そして最後まで導いてくださる、そのことを私たちは信じることができるのではないかと思いますね。そういう中で事態が急変するわけであります。ところが24節、ところが船はもうすでに陸から数丁も離れており、逆風が吹いていたために波に悩まされた。数丁も離れており、後戻りはもうできない。そして、逆風である。そして波が出てきた。そしてだんだんもう夜になってくる。要するに船は転覆しそうだということになるわけですよね。まさに生きるか死ぬかの境界線を、その境目をですね、にいるという状況でございます。弟子たちの中には漁師出身者もいますので、ガリラヤ湖のことはよく知っているはずでございます。おそらく何回か嵐にも会った経験もあるでしょう。漁師ですから、こうすればこうなる、分かったわけですね。でも今回ばかりは違う。今までの経験は全く通用しない。そして生きるか死ぬかの境界線をさまよい、死の恐怖に怯えているという状態でございます。今私たちも、まあ、ある意味では似たような状況に置かれているのではないか。まあ、いやいや、それはですね、極端ですという方もいらっしゃるかもしれませんが、でも
本当に厳しい状況の中にいるわけでございますね。自分の知識、信頼、今まで信頼してきた経験、物、お金、人、そして情報、いろんな情報ですね、もありますが、本当に何を信頼していいのかわからないような状態でございます。まあ、もちろんいろんな方策や手立てが必要ないとは言っていません。どんな時でも最善尽くすべきであります。弟子たちもそうでしょう。ここで一生懸命ですね、船を立て直し、溺れないように、転覆しないように一生懸命努力したはずでございます。私たちもある意味では同じでございますね。そして25節、イエスは夜明けの4時頃ですね、夜明けの4時まで戦ったわけでございます。まあ、おそらくもうヘトヘト、もうダメか、もう、まあ、諦める、そのような思いも出てきたのではないかと思うんですね。まあ、いわゆる絶望のどん底状態でございます。私も小さな経験ですが、入院したことがございます。昼間はいいんですね。でも、まあ、夜9時ぐらいに消灯になります。まだなんか、まあ、痛みが走る。まあ、私の場合はその死ぬというところまではいかなかったわけですけども、でももう激痛に、まあ、悩まされたですね、入院中でございますが、やはり不安ですね。まあ、気軽に忙しいですね、看護師さんを起こすというか、来ていちいち来てもらうわけにもそれはちょっと忍びないしとかね、ナースコールを押せばいいのかどうか、ただもう一日ですね、夜、まあ、痛みに耐えてですね、まあ、我慢しないでくださいねなんて言われたんですけども、やっぱり夜になると入院中病院にいるのにですね、やっぱりこう闇を、そしてなんかこう、その時は個室でしたので自分一人で、なんかこう不安でありますね。弟子にとってみたらもっともっとだと思いますね。船底の下は真っ暗闇な海でございます。そこに放り出されたらまさに死そのもの。そして、真っ暗の夜明けの4時頃、朝4時になって、その時に25節ですね、イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方に行かれたということです。まあ、ほとんど死にかけ、自分からは何もできない、救いがあるとすればただその救いに、しがみつくしかない。牧師さん、所詮宗教っていうのは苦しい時の神頼みですよねって言った方がいまして、その時私も同感です。本当にそう思います。私も同じです。でその時に、溺れる者は藁をもつかむという言葉もありますが、本当にですね、救ってくださるお方、本当に頼れるお方ですね。まさに神頼み、本当に頼みとする神、信頼できる神、本当にこのような中で私を救ってくださる神がいるのか。もしいないとするならば、まさにここでも絶望、すべてが終わりでございますね。その時にイエス様が海の上を歩いて来られた。26節、弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。先ほど申し上げたように、イエス様待ってましたではなかったということでございますよね。幽霊だと思って、まあ、怖がったということでございます。逆の反応でありますね。彼らは無神論者ではありません。イエス様のお弟子さんです。そしてイエス様が船に乗りなさいって言ったから、まあ、ある意味では船に乗ったですね。イエス様は離れてるけども信じてるわけです。
でも幽霊だと思った、まあ、どうしてなんだろうか、まあ、聖書はその心理描写書いておりませんが、まあ、一つはよく見えなかったで、ね、真っ暗で嵐ですからね、見えなかった、ぼんやりしてたということもあるでしょう。でもう一つは恐怖心で心が閉ざされていた、私たちも両方あると思うんですね、恐怖心で心を閉ざされる、恐怖心そのものがもう見えなくしてしまうということもあるのではないかなと思います。そういう中でよく見えない恐怖心なんだけど声が聞こえた。しかし27節、しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと、まずイエス様の声が聞こえたということでありますね。まあ、ある意味では聞き慣れたと言いましょうかね、こう知ってる声、ああイエス様だって分かった。彼らはこのようなガリラ湖のど真ん中ですね、そして嵐のど真ん中でイエス様でも来るはずはないと思っていたんでしょう。それは平地であればですね、陸の上であれば駆けつけてはくれるだろうですね。だけどこんな海の上でイエス様はボートに乗ってくるなんて無理だから、それは無理だよ、ありえないよ、もう想定外だったと思うんですね。しかしそこを超えてイエス様が来られた。そしてしっかりするのだ、私である、恐れることはないと声をかけてくださった。その声をしっかり聞いたということでありますね。私たちは今このガリラヤ湖の嵐の中にはいませんか。でも新型コロナウイルスの嵐の中にいるということがあります。またそれだけではなくて、それ以外にもまさにこの人生の嵐の中にいる、健康上のこと、また人間関係、経済的なこと、いろんな嵐の中にいる私たちがもうここでもう溺れてしまう、もうここでもうダメだ、こんなところまで来たならばイエス様でももう来るはずがない、もう無理だと思ってはいないだろうか。もしそうだとするならば、もしそうだとするならば、イエス様を信じる意味がないですよね。信じる価値がない。イエス様は私であると言っています。しっかりするんだな、私である。私であるっていうのは私だということですね。これはどういうことかと言いますと、一番最後33節にこのイエス様が船に乗られて、そして弟子たちが言った言葉、本当にあなたは神の子ですと言った。ここにありますね。神の子である。神の子である私だと言っています。それで弟子たちもイエス様が単なる人間教祖ですね。またそういうなんか宗教指導者ではなくて、この奇跡の中でイエス様が本当に神の子であるということを、まあ、確認できた、信じたということだと思うんですね。ですから、まあ、分かりやすくならば神である私だ、人間だったらそれはですね、海の上を歩くはずはない、こんなとこまで来るはずはないということでございます。そもそもイエス様の言葉によってこの船に乗ったわけであります。一番最初に申し上げたように、イエス様は決して見放す、見捨てるはずはないわけですね。どんなとこにいようと、生き死の境界線をさまようと、死を通過しようと、どんな中にあろうと、神であるイエス様が近づいて共にいてくださる。一箇所聖書を開きたいと思いますが、旧約聖書詩編の139編、古語訳聖書では871ページ詩編の139編を開いていただきます。神はどこにでもいらっしゃる、それどこに私たちがいようとも近づいてくださるということを言っています。詩編の139編の7節、私はどこへ行ってあなたの御霊を離れましょうか、
私はどこへ行ってあなたの御前を逃れましょうか。私が天に昇ってもあなたはそこにおられます。私が黄泉のとこに設けてもあなたはそこにおられます。私が曙の翼を買って海の果てに住んでもあなたの御手はそのところで私を導き、あなたの右の御手は私を支えます。闇は私を覆い、私を囲む光は夜となれと私が言っても、あなたには闇も暗くなく夜も昼のように輝きます。あなたには闇も光も異なることはありません。読んでお分かりのように、もうこれはもうですね、この地上の世界、私たちの現実の世界を超えてますよね。仮に天にいたとしても黄泉ですよね、黄泉にいたとしても、そして海の果てにいたとしても、そして真っ暗闇にいたとしても、神は共にいてくださると約束してくださるわけですね。私たちにとってイエス・キリストは私たちの罪のために十字架に疲れたお方、私たちを愛し命まで捨ててくださったお方、そして死人の中からよみがえってくださり今生きておられるお方、そしてイエス・キリストは世の終わりに再臨されて私たちを迎えに来られるお方であるということですね。この時の弟子たちはそこまではっきりと理解できなかった面があると思います。でも私たちはこのイエス・キリストを知り、また聖書を知り、そしてイエス・キリストの弟子たちによってイエス様がどういう方かを知ることができた。そしてそのイエス様は神の子である、私の救い主である、そしてどんな時にも目には見えませんけれども共にいてくださるということを信じることができるということですね。ですから私たちはこのイエス・キリストによってこの嵐の中も共に歩むことができる。イエス様のしっかりするのだ、私である、恐れることはないというこの言葉を今日ですね、しっかりと心に留めさせていただきたいと思います。でその後もこの場面転換があります。このペテロは安心したんだと思いますね。28節、するとペテロは答えていった、主よ、あなたでしたか。分かったですね、あなたでしたか、ああイエス様ということですね。もうほっとして安心した。でこれでまあ終わんなかったんですね。では私に命じて水の上を渡って身元に浮かせてください。ほう、よくこんなこと言ったなと思いますよね。まだまだね、嵐は続いておりますから余裕なんかないと思うんですね。でもこんなですね、自分自身がこの水の上をね、歩かせて、そしてあなたのところに行かせてください。イエス様は許可なさった、おいでなさい。そして、ペテロは船から降り水の上を歩いてイエスのところに行った。水の上も実際、まあ、歩き始めた、まあ、歩いた、まあ、歩けたということですよね。最初は。でしかし30節、しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたということです。ここです。何歩か歩いてみたんだけども、まだまだ嵐がついているので、その風とその波を見て恐ろしくなって、そしてブクブクブクと溺れかけてしまった。まあ、あるいはこうイエス様からこの目を離してしまったということでございます。主よ、お助けください。まあ、どんな時にももうそこに主がいらっしゃるわけですからね、救ってください、助けてくださいと、まあ、叫ぶことができる。
助けを求めることができる。ああ、よかったな。で、31節、イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。イエス様がすぐにね、しっかりとこう手を握ってくださった、捕まえてくださった。ただ言葉だけじゃないですね、しっかりと溺れないように掴んでくださった。本当これは救いですよね。まさにレスキューですよね。救ってくださった。その時にイエス様は、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかとおっしゃっています。信仰がないとは言っていません。薄い、いや私って信仰が薄いんですよなんてですね、私たち言う時もございます。ないわけではない。信仰はあるんだけど、まあ、ある意味薄くなってしまった。どうして薄くなってしまったのかというのは、この場面の中ではもう分かりますよね。風を見て恐ろしくなりですから、イエス様を見ないで波風を見て恐ろしくなり、そして私たちは恐怖心というのは、やっぱりこう信仰を萎縮させてしまう、また見るものを見なくしてしまうということがあるんではないかと思いますね。これはどういうことかと言いますと、海の上を歩いてこられたイエス様をしっかり信じたペテロでございますね。しっかりするのは私である、恐れることはないとイエス様の言葉を聞いて、そして目の前にいらっしゃるイエス様が幽霊ではない、本当に本当のイエス様だ。私たちもそうですね。私たちは目には今は目に見えませんけども、イエス様は作り話とか、また単なる心の慰めではなくて、私たちの罪のために十字架につき死んでよみがえられ、そして生きておられるイエス様、生けるイエス様を私たちは信じて、同じように信じているわけですね。で、信じているんだけども、そして信仰を持ってスタートし、そして海の上を歩いて渡ってね、身元に行かせてくださいって言って、ある意味ではこう信仰の歩みをこう勇気を持って、ある意味は勇気を持ってこう進んでいってるのに、やはり現実の波風を見て恐ろしくなってしまう。ペテロでもそうなんだから、私たちも恐ろしくなって、そしてイエス様から目を離して、ああ波だ風だ、ああどうしようって言ってブクブクって溺れてしまう危険がある。でもそうだったとしても、イエス様はしっかりと捕まえてくださっている。そして私たちも、主を助けてくださいとですね、もう本当にもう悪びれなく、もうイエス様から、ね、信仰が薄いものよって、まあ励ましと言いましょうか、まあお叱りでもないでしょうけれども、周りに励ましだと思うんですね。まあその両方あるでしょうかね。もうそういうことを言われてでもですね、イエス様助けてくださいと頼るお方がいらっしゃる。このお方から目を離さないで歩んでいくっていうのが、この嵐の中の困難の中の私たちの信仰ではないか。ヘブル人の手紙に、信仰の導きであり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかと御言葉にあります。目を離さないで、イエス様から目を離さないで歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは湖の上のこの嵐の中にはいませんけれども、困難の中に、また新型コロナウイルス感染の嵐の中におります。現実を見ますと、本当にこの恐ろしくなり、自分もブクブク溺れてしまうのではないかという不安に駆られますが、でもあなたにはあなたのご計画がございます。そしてあなたがすべてを承知の上で私たちを導き、そして困難や試練の中にも近づいてくださり、そしてしっかりするのだ、私である、恐れることはないと声をかけてくださっていることを本当に感謝いたします。私たちの罪のために十字架につき死んでよみがえられ生きておられるイエス様を信じます。あなたが近づき声をかけ共にいてくださり、また私たちがまた再び恐れをののいて信仰が薄くなるときにも、私たちをしっかり捕まえ、そして導いてくださることを信じて感謝いたします。
ありがとうございます。どうぞ今週1週間、またこの新しい月5月になろうとしておりますが、この5月の月も主よ、私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。